どうも西田渡です。本日なんですけども、リアルロケ神戸編ってとこでね、ちょっと神戸にも来ております。昨日ちょうど、写真展ゲイズが終わりまして、新幹線までね時間がとはいえあんまりない感じではあるんですけども、1時間ぐらいかな滞在してダーッと撮ってみようかなと。今なのでここ神戸三宮駅ですね。 JR の元町駅ぐらいまで歩いて行って、現在地がこちらなので、JR 三宮駅なので、まあこちら元町駅ぐらいまで歩いていって、この旧居留地大丸前ですとか、旧居留地がこの辺まで行って、なんとかハーバーランドまでは行けないだろうから、まあこのぐらいですかね、海方面に歩いていってみようかなと思っております。今日のカメラはこちら、いつも通りのライカ、M11 と、エルマリート 28mm っていうところで、オキピンパンフォーカス、あともう一個はポケットに入れてまして、こちら、キヤノンの G5X Mark II の1インチセンサーってところですね。これを駆使してガンガン撮っていってみようかなと思います。超スピード重視っていうところでね、1時間ぐらいして三宮から、もう新幹線でね今日帰りますので東京にね、その間1時間ぐらいサクッと撮ってみようかなと思います。カラーオブ関西やりたいなって思い始めているので、まあそれの下見も兼ねてね、サクッと神戸の今の雰囲気っていうところを見てみようかなと思います。15年ぶりに来たかなぐらいかなっていう感じで、では行ってみます。神戸ね、やっぱりまた大阪から移動してきますと、やはり雰囲気としては、まあ、梅田ともまたちょっと違うね、ちょっと落ち着いた感じが感じられますね。何か、まあ、人の多さとかも関係あるのかもしれませんが、街の雰囲気とかね、こういった作りとかもなんかザ・ハイテクって感じはしないんですけれども、本当にこう地方中核都市のね落ち着いた雰囲気があって、いい街だなっていう風に駅前歩いてても思いますね。ゴールデンウィークっていうのもありましたね、人の出が結構多い感じがしますね。普段のね神戸の状況はちょっとわからないんですが、かなり人出はあるように感じます。何かイベント待ってるのかな、どうなんだろう。と三宮駅があって、バーッと南に下るとここがちょっとわかんないんですけども、まあ、今日はちょっと旧居留地ってとここの辺なのかな、行ってみようかなと思いつつ、ポートタワーは改修中というふうに、ね、視聴者の方が言っていらしたので、あとハーバーランド、まあ、この辺はちょっと今日は無理です、ね、1時間、まあ、タクシーで巡ってもいいんですが、自分の足で歩かないとねちょっと街の雰囲気感じれないので、ちょっと今日は居留地から元町駅あたり、こういった感じでメリケンロードとかありましたね、なんか懐かしいな。まあこの辺のエリアをちょっと攻めてみようかなと。海まで見れたら良いのですが、海まで行ってタクシーで戻ってくるっていう方式もありかもしれませんね。ちょっと目指してみます。めちゃくちゃ ATM に長蛇の列ができている。ここはなかなか見ない光景です、ね、なぜだ。丸いビルのリフレクション面白いですね。とりあえず 28mm ぐらい撮っておいて、後で引っこ抜こうかなと思います。ライカでここは行きます。なんかちょっと神戸の街分かってきたんですが、なんで居心地がいいのかなと思ったら、こういう歩道とかの大きさに比べて人の量が少ないっていう、多分これがめちゃくちゃ街を歩きやすくしてる雰囲気がありますね。なので結構楽しいかも。普通にこれまた改めて来て1日1泊神戸もありだな。多分夜とかも綺麗だろうし、めちゃくちゃ歩きやすいですね。でタクシーとおそらく組み合わせたら2日ぐらいあれば結構がっつり取れそうな、異人館の方とかも行ってみたいですけどね。なのでちょっと今日は空気感、こういった街の空気感を感じて帰れればなと思っております。久しぶりに献血の車両見ましたね。なかなか見れないですよね。ちょっと撮ってみよう。はい、この辺が旧居留地っていうところになるのでしょうか。どっちかというとオフィス街という雰囲気で、あの人手が逆にねゴールデンウィーク中ということもありなさそうな感じですね。何か目ぼしいものがあるのかどうかっていう感じはありますが、モンベルとかありますね。ですが、まあ、僕の場合は基本的にねどっかに行ってそこを写真撮るとか、そういった記録撮影じゃないので、こういった街中で歩いている中で、構造的だったり、画角とかね、そういったところの面白さで撮影していくスタイルなので、その中に何かあればいいかなと。例えばこの横線のポストと、ポストでこのデザイン的なね垂直の建物で、今みたいに人が歩いてきたりすると客観的に真横から撮るとか、こういったことをやったりすることによってね絵になっていきますよね。なんでぶっちゃけなんですけども、神戸じゃなくてもいいじゃないかっていうツッコミは受けるかもしれませんが、それはそれでね楽しんでいただけたらと思っております。お、この信号機古いですね。ちょっと撮りましょう。はい、やはりなんですけどね、港町特有の作りっていうのが体感できますね。横浜もだいたい元町とか来るとこんな感じですもんね。ね、横浜と何が違うかなっていうところもね
今日こうやって歩いてる中で体感できたら嬉しいかなと思っておりますが、やっぱり港町っぽい。多分こっち側に行くとおそらくは港、もう海が見えてきそうな感じですが、すげえ渋滞しますね。なんかイベントあってそうですね。あの奥なんか高速が走ってて面白そう。こういった時に嗅覚が働くんですよね。上に走ってる、上に走ってる車とかね、こういったのを狙いどころだと思います。こういった形で外国人の居留地だったわけですね。なので区画が綺麗にやはりこういった意味でも整備されているっていうことで、この辺の港町特有の雰囲気になっているんでしょうね。やっぱ神戸居心地いいですね。なんかちょっといいかもしれない、ハマりそう。なるほど、こういうことですね、居留地ね。これが多分この並木の雰囲気とかね、あ、趣向が使うと面白そうですね、ここね。こういった雰囲気、こういうことか。元町とか南京町、南京町、南京町中華街もありますもんね。ちょっとそっち方面で行ってみようかなと思います。こんな感じであるわけですね。8番とかついてますね、居留地の8番ということでね。向かいはこんな感じですよ。なんか洋館みたいなのが建てたりね、ちょっと何に使ってるか分かんないんですが、チャペルとかかな、なんだか結婚式場とかかな。ね、いい感じですね、ほんとね。はーい、南京町、南京町、南京町かな、多分来ましたね。はーい、中華街ちょっと通って元町の方行ってみようと思います。ゴールデンウィーク期間中ということもありね、にぎわってますね。圧縮効果、ギュッとするとより人がいっぱいいるように見えますね。引くと意外とスカスカ、これがよくやるやつですよ。グイーッと寄ると分かりますか、圧縮効果でめちゃくちゃ人が混んでるように見えますよね。これが手法です。中華街終了でございます。いいですね、すごいね、南京町コンパクトで、まあ、横浜の中華街とかを想定してるとかなりコンパクトなんですが、まあ、横浜の中華街もそうですが、まあ、大体ね、でっかすぎても、何がないのか分かんないので、このぐらいのコンパクトさで僕の中でいいのではないか。本当横浜、ミニ横浜みたいな感じも若干ありますね。まあ、でも面白い、まあ、まだまだね深掘りしたいですよね。はい、はい、元町北通りっていうところでね今歩いておりますが、まあ、ライカの置きピンパンフォーカスもいいですし、こっちね使ってて、こういった明るい日中に関してはね、コントラスト F だと思うんですよ、これね。増面操作じゃないんですけれども、多分別にフォーカス精度とかはシングルにしておけばね、 AI サーボ入れると中央とかになっちゃうんですが、シングル F に関しては、ワンショット F に関しては全然ね使い勝手いいなと思ってます。まあ後で作例見ていただきますのでね、そちらでもまたご覧いただいて、あ、十分じゃないとか、いやいやまだまだでしょうとか、そういった風にね感想をお持ちいただけたらいいかなと思ってます。このまままたね、もう元町、もう時間がない、実はもう結構いっぱいいっぱいで、元町の駅から梅田の方にね一回戻って、荷物引き上げて東京帰ろうかなと思っております。はい、ということでね、今日はちょっとバタバタだったんですけども、このまま梅田に戻って東京戻りますということで、阪神電車元町駅でいいのかな、これ JR かな、 JR かちょっと分かってないんですが、とりあえず元町駅に着いたので帰ろうと思います。バタバタっすね。では皆さん、それでは、データご覧ください。